テンプレート、ノート、WikiProject L-0QC は、LG Electronics Japan によって開発された、NTT ドコモによる、第3.9世代移動通信システム、ロングタームエボリューション通信サービス C に対応した、初のモバイル Wi-Fi ルーター端末である。また、フォーマーハイスピードにも対応する。スタイリッシュモバイル Wi-Fi ルーターと名を、うち発売される。2010年に、 日本で NTT ドコモによって開始された第3.9世代移動通信システムロングタームエボリューション通信サービスクシーに対応した日本初のクシー対応のモバイル Wi-Fi ルーパーであるクシーに対応していることで下り最大 75Mbps 上り最大 25Mbps という光ファイバー並みの高速通信に対応しているまたクシーエリア外では フォーマーハイスピード通信に自動で切り替わり、下り最大 7.2Mbps、上り最大 5.7Mbps に対応するため、日本全国のフォーマーハイスピードエリアで利用することが可能となる。14Mbps のフォーマーハイスピードにも対応。Wi-Fi 機能としては、IEE802.11bit GN に対応するため、150Mbps の IEEE802.11n を利用すれば、クシーの高速通信を値体なく利用することが可能となる。同時接続数は、同時20台まで利用が可能となるため、自宅の多くの Nintendo DS や PSP といった、携帯ゲーム機や PC、Wi-Fi 対応家電、スマートフォンといった、Wi-Fi 対応機器に接続するだけでなく、双方としての利用も可能となる。 バッテリーは 2700mAh の大容量タイプを採用していることと、節電モードも用意されており通常モードとワンボタンで切り替えが可能となっている。クシーモードで最大6時間、フォーマーモードで最大8時間、待ち受け時間は約35時間と長時間の利用が可能となる。海外では 3G ローミングに対応しているため、ワールドウィングの 3G エリアで利用が可能となる。 海外パケ放題にも対応する。国際ローミングは GSM、GPRS などの 2G は未対応。端末にはサブディスプレイが装備されており、電波状態や電池残量などの確認が可能となっている。 http://www.nttdocomo.co.jp スラッシュバイナリースラッシュ pdf スラッシュプロダクトスラッシュデータスラッシュ l09c スラッシュ l09c ド pdf.ntt ドコモックシー対応ワイファイルダー b 回マイナス 01c l マイナス 09c を発表 abl マイナス09 の c の製品アップデート情報をお客様サポート。NTT ドコモ L-0QC の製品アップデート情報をお客様サポート。NTT ドコモ。ありがとうございます。